毛染め先発ヘアカラーリング剤赤く髪を染めた女性ヘアカラーリング剤は頭髪用の染料である。日本の医薬品医療機器等法ではヘアカラーリング剤は染毛剤と染毛量に大別される。染毛剤の主成分はパラフェニレンジアミンなどの酸化染料で使用時に過酸化水素水と混合することにより酸化発色し毛髪を永久的に染める。 これと同時に過酸化水素による毛髪中のメラニン色素の脱色が起こるため、染料の配合濃度に応じて白髪染めからおしゃれ染めまで色調の異なる染毛が可能となる。カラーリングのほとんどがこの方法である。ジアミン系の酸化染料は体質により皮膚アレルギー反応を起こすことがあるので、使用前にパッチテストが必要である。 この他の成分としてアンモニアなどのアルカリ剤を含むため、毛髪を痛める欠点がある。ブリーチ剤は、酸化洗毛剤から染料を除いたもので、メラニン色素を脱色し髪を明るくする。黒髪を金髪に変える強力なブリーチ剤には、過酸化水素水の他に酸化除剤として、過硫酸塩を配合したものがある。これらの製剤はすべて医薬部外品に分類される。ブリーチは、 色をつけているわけではないので厳密にはカラーリングではない。専門料は毛髪を一時的に着色するもので代表的な製品としてヘアマニキュアがある。ピンク、ブルー、イエローなど原色に近い色をのせたいとき黒髪を脱色している人が一時的に髪を黒く戻すときもしくはジアミン系染料でかぶれを起こす人の白髪隠しに使われる。 ヘアマニキュアの主成分は化粧品に使用される酸性染料で酸化染料と比べてアレルギー性が低いため洗毛剤でかぶれる人も使用できる利点がある。また、アルカリ剤を使用しないため毛髪へのダメージが少ない。反面、酸化染料と比べシャンプー等で色落ちがしやすい欠点がある。この他洗毛料にはヘアスプレーにカーボンブラックなどの顔料を配合した。 カラースプレーや生え際の白髪を隠すリタッチ用製品もある。これらの製品には毛髪を染める力はなく、1回のシャンプーで落とすことができる。近年、酢酸鉛や硝酸銀を用いた新しいタイプのヘアカラーが販売されているが、一部の製品には安全性に問題があるとされ、厚生労働省から通知が出されている。ありがとうございます。